皆さんこんにちは、佐々木裕太です。今日は何やら JBIS ショッピングセンターの中に、日本のお店ができたそうなので、そちらに行ってみたいと思います。それでは早速行ってみましょう。では早速、メイソーのお店の前に来てみたんで、中入って、紹介していきたいと思います。こんな感じで可愛いマスコット系、多分このクマとかが一応このお店のマスコットになってるのかな。マッサージ系のグッズもあります。日本語で靴下って書いてある。これね、面白いやつで、メモ帳なんだけど、これ柔らかくなってて、この人が枕代わりにもできるよみたいな。絶対日本の学生は持ってきちゃダメなやつだよ。キッチングッズ、ほんと日本語で書いてあるから日本のメーカーなのかな、ちょっとわからないけど。ぬいぐるみ、多分このクマとパンダが多分マスコットキャラクターって。ほら、こんな、カバン類もあります。トラベル類かな、10ユーロとか、ここも安いかな。日用品から電子機器類とかも一通り揃ってますね。粘土、キーボード、細かい機械類もあります。まあ、こんな感じになります。中も大きくないですし、 JBIS ショッピングセンターの中にあるんですけど、皆さん一度行ってみてください。もしかしたらいいものを見つかると思いますし、クオリティも多分現地のものよりかは良くなってると思うんで、まあそんな感じです。この動画がいいと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。